東京法務局人権擁護部、2日ほど前にこの特定記録郵便が届きました。その内容というのがこれですね。インターネット上における識別情報の適時による人権侵犯事件について、令和4年8月22日付ですよ、東京法務局長から。鳥取ループのウェブサイトにある特定の地域が童話地区であるという別紙の情報を掲載した、これについてね、人権擁護上許容し得ないので消してくださいと。そして、もう二度とね同じことをしないでくださいっていうことなんだけども、もちろん消さないし、また同じことをするんだけども、不可解のはその内容ですよね。その、ブラグチ瞑想館テキスト、この前の動画で説明したものです。でこれについてなぜかね、こうやって1番と6番で2つ書いてあるんです。でこれ実質的には同じものですよ。でこの2つの URL ってこれ実質的には同じなんですよ、これどっちも。ちょっとねインターネットとかそういうの詳しくない人は分かんないかもしれないけど、これ URL のねエンコードが違うだけで、これ同じです。どっちとも実質的には。でこれね多分ね、もう法務局にねそういうインターネットについて分かる人材がいないんだと思いますね。多分ねまた担当が変わったんじゃないかと思います。もう本当にねもうじいさんばっかりになってるか、あるいはあのスマホしか使ったことのない若い人なんかも多分ねこの URL っていうのがよく分かんないかもしれないんですね。だからこれでちょっと法務局の内情が見て取れますよね。あとは大阪府の童話地区一覧とかね、新州大谷派被差別団体の一覧、これなんてね元ネタは解放同盟系の出版物ですからね。じゃあ解放同盟に対してこういう要請をするのかって言ったら、多分それはしないですよね。したら絶対解放同盟がね発狂しますからね。で実際は多分これだけじゃなくて、もっといっぱいねいろんな情報について、例えばまあこの YouTube だとか他にもいろんな削除要請来てるはずなんですよ。だけどその中からこれだけピックアップしたっていうのがね、僕はちょっとよくわかんないですよね。僕は YouTube に関してはこれは YouTube の方に削除要請してるのかもしれないし、で自転車に関しては僕はもう一切もう応じないですっていうふうに言ってるので、自転車の方には送らなかったかもしれないですよね。だからそこでお役所的な対応として鳥取ループのあのもう昔のね10年以上前の記事に対して削除要請をしてお茶を濁したんじゃないかと思います。でこういうあり方ってどうなのかなって思うんですよね。なんかこれもう役人が自分でこうね、もう一人の人間としてもう何かものを考えてないっていうことですよね。これ本当にこれでいいんですかね。その公務員のね試験を受けて、それで霞が関じゃないか、これ東京法務局だから多分あそこに出て九段ですかね。とにかくねその中央官庁にね入庁した人がこういうふうに使われてね、で特定記録郵便、これ結構郵便料金高いですからね、こういうことに税金を使ってる現状っていうのはやっぱ相当おかしいですよ。異常ですよこれ、一体誰を助けようとしてるんですか。で最近法務局はね、なんか統一教会関係のなんか相談窓口にもなってたそうなんだけど、どうなんだろうね。僕こうねこの相談窓口あたりにね電話かけてくる人ってね、相当ねやばい人が多いっていう風に僕聞くんですよ。ちょっと側聞してるところには本当にねヤクザみたいなのとかですね。でやっぱり多いのは精神を病んだ人。僕多分ねこの法務省の人権相談窓口に電話する人って多分3割ぐらいはね精神を病んでるっていうのも、これ本当に文字通り病気だったりだとか、あるいはもう陰謀論者の類だと思いますね。3割ぐらいは もしかしたら3割もっと多いかもしれない。でそういうのを延々とねこう相手にするわけです。僕これ一つね日本のね税金の無駄遣いのね原因の一角を占めてると思いますね。こういうの相手にしなければいいのにねって思うんだけども、でもやっぱし相手にしないといけないんですよね。だからこれねもう自民党はねもう決断すべきだと思いますよ。もうこの童話とかそういうのはねもう相手にしないと、もう、知らないと、こんなものを相手にしない、もうそういう方向に行くべきだと思うんですよね。
僕も政府の態度としてはね、ネタコを起こすな論でいいと思うんですよ。こんなの相手にしても、何のお金もお金にもならないどころか、どん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 無駄なことに税金が使われていくし、こうやって現場の職員も疲弊していく、もう自分のね、まあ疲弊していくっていうのは2つ意味がありますよ。まずこういうクレーマーを相手にしないといけない。でそのためにね、もう業務がかさばる。でその業務の内容っていうのが意味のないものをやってるから、もう自分何やってるんだってなってきますよね。だからこれはね、政府与党というのはもういい加減にね、もう決断しないといけない。本当にあの岸田首相はね、もうあの心あるんだったらね、もうこういう現場の職員が疲弊することもないように、もうドアは相手にしないというね、その政治的決断をしないといけない時期に来てると思う。本当にだって同和団体に属してるのはね、部落の住民の 1% いるかどうかなのにね、まあ、そういうのが部落の代表のような顔をしてですね、でこうやってね、いまだにこの大きな影響力を持って、そのために税金が使われて職員が疲弊してるっていう状況はおかしいと思うんです。岸田さん、もういい加減にね、あの政治的決断を下して、もう役所の皆さんをね、この童話から解放してほしいと思うんですよね、うん、差別からの解放っていうよりね、まあなんというか童話行政とかね、こう童話団体からこの職員をね解放してあげるっていう、まあそういう時期に来てるんじゃないかと思います。ということでね、今日はなんか久しぶりにお手紙が来たので、まあ未だにこの東京法務局法務省の人間がこの童話にね、この童話のこの呪いから逃れられてないっていうことをですね、示すお手紙が届いたので、まあこれはね、職員の皆さんのね悲鳴だと思います。どうですか皆さん、あの自民党の政府与党の皆様、この心の叫びをですね、ぜひね汲み取ってあげてほしいと思うんです。ということで今日はね、こういうお手紙が来ましたという啓発動画でした。